はい、皆さん、こんにちは。トフル専門試験や英語塾主催してます。試験屋忍です。よろしくお願いします、えー。いつもトフルについて受験生のお役に立つお話をさせていただいております。えっ、ー、と、概要欄の方には、えっ、ー、と、塾へのね、えっ、ー、と、リンクが貼っております。えっ、ー、と、この動画について、あるいは、うん、と塾について、えー、ご質問、ご相談などありましたらお、お寄せいただければと思います。えー、また、あの、毎回のね、動画を見逃すことのないよう、えー、チャンネル登録いただければ嬉しいです。えー、さて、今回はですね、あの、ちょっといつもと、いつもとうというか、いつもがあるかのと、 わかんないんですけど、あの英文鑑賞っていうね、ことでね、あのやっていきたいなと思います。で、えっと皆さん、あのえっとプロジェクト・グーテンベルグってご存知ですかあの要するにですね、あの著作権の切れたね、あの少なくともアメリカの中でね、著作権の切れた、違うから、いろいろ著作権の切れた本があの入っててですね、すごいもう自由に使えちゃうんですね、すごいことですよね。で、その中にね、 えっとまあ、私もちょっとちょくちょく使うんですけど、あのえっと、皆さんご存知のファーブル昆虫記ってありますよね、あれをですね私、偶然ダウンロードしちゃって、ですねあの読み始めたんですがあの、結構いいんですよね、であのなんていうの,あの、トフル的にもね、トフルよりちょっと難しいですよね。 昆虫の名前とかも当然ね、大変ですけど、英語のレベルとしてもそこそこあるんですね、トフルぐらいはあるんですね。だからその中でね、ちょっと気に入ったものをシェアしていいかなと思って、そういう感じでね、鑑賞してみたいなと思います。で、これを覚えてどうするとか、覚えて勉強に役立てるとかね、そういうこともいいんでしょうけど、ちょっと�賞して、こういう英語を書いてるんでねみたいな感じ、そういうのを単純に鑑賞するっていう。 単純に楽しむっていう、あのそういうあの会にしたいと思います。ちょくちょくね、あの私,が私がどれぐらいで読み進めるかという話にもあるんですけど、よるんですけど、あのそれで、ね、進めていきたいなと思ってます、まあ、私があの教えるというよりは あのみんなで楽しむみたいなね、そんな感じですね。いろんな解釈がありましたらね、ねあのお寄せいただければ嬉しいです。私も勉強になりますね。ねで、えっと、まあ、ワンセンテスぐらいね、えっとちょっとピックアップして、いろいろ鑑賞してみようかなと思っております。で、えっと、えー、今回はですね、そ,あそれであの、このもう内容ね、ご存知だと思いますけど、あの あのファーブル昆虫菌、ものすごい何巻も,もありますよね。であ、あれでですね、要するにあの昆虫とかね、すごいあのかあの観察に行って、そのまま記録を残しているという,そう,いうことですね。観察の,その,あの鋭さというか、細かさですよね。細かさがも,うものすごいんですよね。細かいんですよね。あれ多分、リスニングで分かんない人聞いたら、初めてこの虫についてイメージが分かんない人が聞いたら、ちょっと難しい、分かんないですよね。それぐらいのもう本当に細かい、 描写であの面白いなと思いました。えー、で今回のですね、だからその今回さその最初の方ですね。えっとこの観察をあの今から行こうみたいなね。えっとそんな時の話になります。はい、えー、どうでしょうか。Suffice it to say that like simple folk who find much pleasure in living with a brute creation, we were intending to spend the morning. and enjoying the ineffable awakening of life in spring time。ですね、えっと。この、あの、we ね。この人があの観察しに行く、ね、人たちになりますね。で、えっと、この人ってどんな人でしょうね。いいでしょうか。ね、あの、もちろんここですよね。like simple folk。 このフォークっての普通、ね、フォークスっていうね複数形で使うのが普通でしょうね。ただ、ここはこのままで複数形の感じでね使ってますね。あの、フーファインドってなってるので、複数形としてね使ってますね。で、これ多分ね、あのちょっとわかんないけど、これ、あの、ね、えっと、s ン m p l e f っていうふうになってるんで、あの、 これ多分あれですよ。オリジナルはフランス語ですよね、きっとね。英語に訳してるわけですよね、きっとね。まあ、それのためかどうか分かんないですけどあの、この私たちって、この、これって私たちの属性をね、言ってますよね。単にこの,あの類似点、あのなんて言うんだろう、比喩を使っているというわけじゃなくってね、あのこの人たちのようにっていうのは、 多分私たちはこういう人たちなので、みたいなね。そんな感じですよね。で、先方単純な人々みたいな、なかなか言えないですよね。自分のことじゃないとね。<laughs> と思ったりしますけどね。でね、えっと、この人は、find much pleasure in っていうふうになってる。この pleasure っていうのもね、あの単数形で使う、m u c h pleasure になっていますよね。で、あの、要するにこの find much pleasure in っていうのは like ですよね。 好きっていうことですよね。だからあの、living with the brute creation と一緒に、ね、ライリプあの住むのが好きな人たちっていうことですね。でこの brute creation ですよね。これもややこしいね表現ですよね。brute っていうのは、ねあの、獣の、ね、ことですよね。で、えっとそれからこの creation はそらくこの神様の創造、ね、物ですよね。あの あの生物、生き物の,の,あの表す単語で creature ってあるじゃないですか。あれですよね、きっとね、creature、ね。だから要するに brute creature, brute creation っていうのは何、一言で言うとアニマルですよね、きっとね。あのだから動物と一緒に住むのが、えー、好きな単純な人たちのようにみたいな、そんな感じになってますよね。もうちょい、ね、ちゃんと言うと、このまあ、あの、 我々はれは昆虫ですよね、ふんころがしとか、そういうね、蜂とかねあの、そういうのを見に行くんですけど、あのそういう、ね、ことになりますよね。だから、うん、とこれどっちかというと、私たちは単純に動物が大好きなので、みたいな、それぐらいな感じですよね。ねあのそんな感じで、ライクって、ね、なっていると思いますね。 であと私たちがこれからやることはこういうことなんですけど、たぶんこの中ではこの Ineffable という単語ね、これは厳しいですよね。でなんどんな意味だと思いますかこの,あの意味がね分かんないときに、まあ、まあ完全にスルーしてもいいんですけどね、あのスルーしないで、あのプラスかマイナスかっていうのだけでもこう掴んでおけるとねあのいいですよね。 で今回はどっちでしょうねこのエンジョイすることなんでね。<laughs> 多分プラスですよね。それから何だろう ?InSpringtime、春で Life が Awaken するんでしょう、ね。新しい命がこうね何いぶくい、命のこう、ね、始まりみたいな感じになるので、やっぱりこれは楽しそうなことですよね。プラスですよね。あのマイナスじゃないですよね。 あの鬱陶しいとかそういうことじゃないですよね、きっとね。えー、っていうね感じで、こうプラマイでねあの考えていくと、まあまあ、あのあのあ体制に影響なく進んでいくかなっていうね感じはしますね。で、このエネファボーっていうのは、あの言葉に言い,言い表せないほどみたいなね、あの日本語だとあれですよね、言葉に言い表せないことを、絵も言われぬみたいなことを言いますかね。あの 何とも愉快なみたいな、そんな感じですね。言葉に言い合わせないときに、言い表せないことの一つの原因として、sacred みたいなね感じで語句を指したみたいな、だからそういうあの含みももしかしたらあるかもしれないですね。そういう ineffable。ちなみに、これはあ,のあんまり使わなくて、私知らなくて、念のためと思って調べたんですけど、ineffable なので、in どけた形も絶対あるはずですよね。 っていうふうに、ね、思いません。で、effable っていう言葉はやっぱあるんですね。effable の意味は、えっとね、ここに書いてるのはな、utterable 言葉にできる。<laughs> 言葉にできるっていう単語を使うことがなか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 難しいですよね。 あの面白いですね。インがついた方が普通に使う。言葉に表すことができないような、みたいなね。あの言葉に表すことができるようなってなかなかね、あの難しいですよね。面白いですよね。インの方が普通っていうね、感じですね。で、それをね、えっと、やることの中で、スペンのモーニング、ある朝を過ごしたいと思ってたということなんですね。で、えっと、最後、この suffice it to say that っていう風になってますけど、あのこれはですね、まあ、ある意味決まりこと、決まり文句っていうか、あのもっとね、あの省略した、あ,のある意味だれた形で、この、いっとどけることもありますね、suffice to say っていうね、ことですね。本当、このざっとっていっとがあるから成り立つんでしょうけど、い、えっとどけてね、suffice to say っていうこともありますね。あのこれがあることで、この前になんていう、どんな、ね、記述があった ような気がしますかいいでしょうかねあのこれはおそらくはえっとこのブルートクリエーション動物 動物がこの春ですよね、春にどんなことをやってるかみたいな、えっと、それをあの観察するみたいな、そういうことがずっと書かれてたんですよね、長女がこんな風に飛ぶとかね、あの蛇がこんな風に出てきて、ね、ニョロニョロしているとかね、あのそういうの見たいですね、面白いですね、みたいな、ずっと書いてて、で最終的になんかまとめなきゃいけない。 っていうことであの、これを書いたみたいなね、えっと。そういうの好きなんで、我々、そうやってね、あのそれ観察してね、ちょっと朝,あの朝を過ごそうかなと思ってたんです、みたいなあの。そういうことにね、多分なると思うんですね。この suffice it to say that っていうのは、ざっと以下でよしとしましょう。 みたいなねあの。そんな感じです。だからあの、テンポラリーなコンクルージョンをい、まあ、う感じですよねあの。手を打つ感じですよね。この辺で手を打っときましょう。これ以上言ってもしょうがないんで、手をこの辺で手を打っときましょうみたいなねあの。そんな感じです。あのこのざっとで、まあね、それっていう意味にすると、ここで終わることもあります。これね、あ,のあれですあの議論、えっと。結論がなかなか出ない会議とかあるじゃないですか。 あ,のあーでもない、こうでもない、ずーっと言って、で、ずーっと言って、で、ある人が、なんか、ちょっとよさげな結論めいたことを言って、で、その時に、あの、あ,のあ、これはいいこと聞いた、suffice to say that っていうふうに、あの、ちょっとこうね、あの、お手上げみたいな感じで、suffice to say that、もうその辺でよしとしましょうか、みたいな <laughs> あの感じで使うこともあったりね、えっと、しますね、ちょっとレベル高くあの言うこと、<laughs> あの、その辺ね、えっと、 あのになりますね今回はざっと以下のことを言うことでよしとしましょうみたいな、ね、感じになります。はい、えっと、そんな、ね、お話ですね。ちょっと全体ね読みましょうか。Suffice it to say that, like simple folk who find much pleasure in living with the brute creation, we were intending to spend a morning and enjoy i n g the ineffable awakening of life in springtime. でしたね、えっとこんな感じでねあのちょくちょくまた進めたいと思います。あの一緒にね楽しんでいただければと思います。私も結構面白かったです。またね、えっと、あの進み具合にもよりますけどどんどんねあのやりたいと思います。お楽しみにしてください。